い、どうも、イライダルカミリでございます。皆さん、アニメ見ていますでしょうか？夏アニメは春と比べたら、世間のアニメ熱がやや落ち着いている印象。まあ、前期はね、マジで熱すぎましたからね。と言ってもね、今期も負けず劣らずの楽しいクール、呪術廻戦ブリーチを筆頭に粒揃いでございます。というわけで、マイクール恒例のやつ、2023年夏おすすめアニメ参戦、やっていきましょう。まずは一つ目、アンデッドガール・マーダー・ファルス。19世紀末で人外が存在している世界。首から下のない不老不死の探偵、リンドー・アヤが、鬼殺しこと半人半鬼の新内津軽と共に、怪物専門の探偵として数々の事件を解決しながら、アヤの奪われた体を探してヨーロッパを巡るという物語。やっぱね、見た目のインパクトって大事ですよね。生首が主人公って、まあ、なかなかないと思うんですよ。そしてね、これはバリーものでございまして、もう一人の主人公、新内津軽の軽いキャラがね、これまた小気味いいんですよね。でもね、そんな彼も、体に実は、鬼の力を宿していて、まあその暴走を食い止めてるっていうギャップもね、またいいんですよね。まあそんなね、津軽と綾さんのね、二人に付き従う。まあ、津軽の方には付き従ってるわけじゃないんですけども、まあ綾さんに従っているメイドのね、雫さんも交えて、まあ不老不死の奪われた体を探す珍道中になるかと思いきや、実はこれ探偵ものなんですよね。推理劇を通して彼女らの真相に迫っていくというのが流れかなと思います。明治の世界観で暗躍する化け物たちといういかにもな設定、まあ、きっと面白くなることは間違いないでしょう。注目です。2作品目は聖者無双、サラリーマン異世界で生き残るために歩む道。まあサラリーマンの異世界転生ですわ。治癒士のねルシエルとして転生した彼は、まあ特に目立った能力もないのでね、冒険者ギルドで日々己を鍛えながら生活するっていう至って普通の物語なんですよ。まあ、今期もね、いろんな異世界転生ありますよ。おかしな転生、自動販売機、ラスボス城、まあ、その他もろもろいっぱいありますよ。そんな中で、なんでこの作品を選んだのか。まあ、それはね、珍しく最初からチートじゃないんですよ。努力でみんなに認めさせようとしてる系やから、まあ、結構この作品いいなと思ってます。まあ、わかりやすく強い能力ってのもね、彼持ってないんですよ。まあ、豪運っていう設定はあるんですけど、まあそれは置いといて。だからね、そういう強い能力持ってないから、彼めっちゃ修行してるんですよ。今3話終わった時点なんですけども、まだただの回復しかできないんですよ。治癒士って言っても、なんかヒールって言って、人体がね、切り離されたところがくっつくとか、そういうのじゃなくて、もう普通になんか切り傷を再生するとか、もうそういうのしかまだできないんですよ、彼。なのに、なぜタイトルに無双とあるのか。まあ、彼はね、人柄で無双してるんですよ。前世のね、サラリーマンの営業経験を生かしてコミュニケーションを、まあ、取ってるから、まあそのいろんな人と仲良くなって、まあ、そっから多分無双が始まっていくっていう感じですね。現代知識とかで無双してる。神様から与えられたステータスとかで無双してるってわけじゃないのも、まあ、非常にね、高ポイントでございます。たまにはね、まあ、こうやってね、地道にコツコツと頑張る異世界転生に触れてみるのも悪くはないんじゃないんでしょうか。続きまして、3作品目、シンギュラリティ・ノワールということで、エンダーズと呼ばれる脅威と戦いながらエネルギー資源を採掘するドリフター。そんなドリフターになる夢を持つ青年、カナタと、凄腕ドリフター、トキオが謎のメイガス・ノワールと出会い、そっから運命の物語が動き出すという物語。まあ、最近ね、数が減ってきたロボットものということで、まあ、メカレザは桜大戦、いや、採掘がメインやったら作眼寄りとかの方が近いんでしょうね。まあ、そっちの方が正しいと思うんですけど、まあ、こういった丸っこいロボットってね、可愛くていいですよね。まあ、な境界戦記みたいなリアルロボットも僕は好きなんですけども。まあ、そしてね、ヒロインは今をときめくヒューマノイドガールということで、生身の男とね、メカ少女のコンビってのもまた素晴らしい。まあ、ノワールちゃんとのね、交流を深めながら、カナタが一人前に成長していくであろうという点。そして、ノワールちゃんがね、一体どっから来て、一体何者なのかというのを紐解いていく点。まあ、この2点がね、多分面白いんだろうと睨んでおります。まあ、作画演出もね、今のところ全然問題ないですし、まあ、クオリティに関しては、まあ、安心でしょう。なぜなら、この作品は、ディズニープラス独占配信。またこのパターンかよということで、崩壊した世界かつ、時を。
もう、これ実質天国大魔境の続きやろ。まあでもね、ディズニープラス独占と言いましたけども、まあ今期はね、一本だけじゃなくて、働く魔王様2期のセカンドシーズンもありますんで、合わせてね、見ていきましょう。というわけで、2023年夏おすすめアニメ参戦でした。俺のおすすめに萌え萌え系アニメがないのはちょっと趣味嗜好出すぎなんですけども。いや別にね、死神坊ちゃんの2期とか、ライアーライアーとかね、もちろんいいですよ。まあ他にもね、愛の遺伝子とか、フェーレン剤とかね、もっとおすすめしたいアニメも多々あるんですけども、それはまたね、30秒アニメ紹介ショーツで触れていこうと思います。まずは、このおすすめアニメ3作品にコインをベットしていこうと思います。改めて、夏アニメ、続き本も含めて、まあ大体70本ぐらいあるんですかね。うん、まあ結構多いですけども、まあしっかりね、鑑賞して一緒にアニメの話で盛り上がっていきましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。Twitter、Twitch のフォローもお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。